気持ちも理解できるな。ここまでなのか。やらせはしない。障害などどうでもよいことなのだ。戦い続けることで人間の感情は洗練されている。常に予想外の事態は起こりうるものだ。勝敗などどうでもよいことなのだ。戦い続けることで人間の感情は洗練されている。実戦の厳しさというものを教えてやる。そんなことが。覚悟しろ。甘さを鍛え直すと誓った。もう躊躇はしない。